ライブで投稿されているわけではないので、気楽にいければと思うんですが、はい、あの図面的にも造作的にも見えてきて、そうですね、うん、イメージはね結構やっぱりなんかだんだん少しずつ、まあ、ちょっと最初に考えてたイメージは結構いろいろパターンがあったんですけど、ちょっとなんていうかな、諦めたこともあるし、逆に振り切ってフォーカスしたこともあるし、うん、そういう意味では、なんていうかな、シナスタジアラボって、結構やっぱりこう、いろんな、やっぱりメンバーが関わって、それぞれの立場から、いろいろこう、意見もね、みんな言うし、うん、今回フィーチャリング、江原さん、前回に引き続きね、また今回の、今回も江原さんちょっとフィーチャリングして、で、一緒にコラボれるっていうことで、結構ここも面白くて、やっぱり、うん、いろいろこうね意見交わしたりアイデア交わしたり、試したりね、その感じはなんかこう少しずつ動いていって、今の形になんか寄ってってる感じがしますね。うん、今までのあれですよね、シナスタジアの、X1 から今回空間もついてきたんで、だいぶ、環境というか体験も変わるのかなと思うんですけど、エヴァラ君どうですか、なんかスケジュール的にいろいろ無理いったみたいですいません。僕はずっとですね、ちょうど一人ずつ体験するっていう作品を作っていて、でも、ちょうど去年のスパイラルとかだと、真っ暗闇の中でその体中を取り巻かれる音の映画みたいなことをやってて、視覚要素が全くなくてっていうところなんですね。で、今日もう2年前になるんですかね、その X1 でヒッチャリングしてる。もう2年か、2年前ですね。で、その時もすでに真っ暗闇の中のある特殊なボックスの中に入って、で一脚の椅子、そこには一脚の椅子があって、体中をこう真っ暗闇の中音にまさぐられるみたいなところと、なんか水口さんがやられてきたそのハプティクスの、すごい検知とクリエイティブなところとかっていうところが、ちょうどだから出だしとしてはその2年前のエッジオブのお隣同士っていうところで、なんか そこから声をかけていただいて、ですごく面白い方ですね。なんかそこのちょうどこうシームレスにはまるところと、あと今回の空間はついてるけども、なんていうか、その全的なものというなんか大きなカテゴリーがあったときに、全の、大前提としてあるのが、こう文字とか言葉による教養の伝達のほかに、こう体験でしか得られない、体験によって伝えるものこそが真髄であるみたいなところって、シナスタジアラボの一番こう真髄となるところとかをかぶるようなところもあって、あら、で自分のやってきたこととっていうのと、なんかすごくこう面白いエキサイティングなプロジェクトですね。ありがとうございます。あれでも結局音の部分は結構あれじゃないですか、苦労したんじゃないですか。してます。苦労したというか、まだ今してますよね。してます。なので、なんか考え方がですね、どうしてもこう、音楽の作曲っていう、通常の作曲から入ると、それが先行してしまうと、振動っていうのが、それに、付加する、こう、エフェクトとして成り立っていくんですね。だけど、エフェクトとして成り立たないためには、音と振動っていうのを等価に扱う必要があって、なので、こういうツールがあったらいいなっていうツール自体も、シナスタジアラボのメンバー、エンジニアリングのメンバーとかに、なんていうかな、こういう楽器の発想で全部こう対話をしてるんですね、オーダーをしてて、ハプティクスの制御っていうよりかは、新しい楽器を作ってもらって、でその中で振動も一緒に演奏していくっていうことをやってることですね。なので、なんか未知の領域なんで、ものすごい時間がかかります。そうですよね。楽器作ってるみたいなもんですもんね。振動があって、その中にどう作曲するかっていう概念じゃなくて、作曲の概念自体も、もう振動をどう作曲するかっていうことなので、
ものすごい面白いですよね。はい、いや、まさにシナスタジアですよね、そこの。うん、音を、なんつうのか、音を吸着させるというか、音を吸うというか、うん、だから普通に、まあ、音を聞くっていう、もう概念を超越しているじゃないですか。うん、だから、茨城くんが言ったみたいに、その、うん、作曲というよりは、体験自体をデザインしつつ、うんうん、まあ、水口さんの、その概念的なところとデザイン的なところと行き来しつつですもんね。うんうん、だから、いや、僕、その X1 体験した時もそうだったんですけど、パラメーターがめちゃくちゃ多いなと思ってて、うんうん、で、今回、その水口さん、まあ、前提を一個のその方向で、まあ、バック東京フォースっていうのを読み解いていただいて、なんかそこって、今回、まあ、その空間もついてると思うんですけど、一番最初のそのパラメーターの決め方みたいなのってあったんですか？パラメーターの決め方という感じではないんだけど、その今回は、まあ、決めてたのは、その今までやってきた共感覚的な体験で、まあ、今回禅というテーマもあったし、で、僕らの中でのテーマっていうのも、まあ、さっき江場さんがその波動って言ったけど、波像っていうちょっとテーマ、を据えたんですよ。波の印象の像っていうのと、波で、まあ、波像。いい言葉ですよね、うん。うん、すごくいい言葉だなって我ながらちょっと思ってるんだけど、その波像って要するに、まあ、波って結局、360度、まあ、全ての方向に要するに飛散するっていうか、まあ、一つのその中心からあらゆる方向に向かって、要するに波が伝達するわけじゃないですか。でそれはまあもちろん 3D だし空間だし、でその波像のなんていうかな中心って、まあ、それは音って言い方もできるし振動って言い方もできるし光って言い方もできるんですよね、うん、でこれを全て一緒にしたかのようなものが空間の中で仮にその弾けるように動いてその波像が干渉し合うというか、そこでこう、なんていうかな、うん、コヒーレンスが起こり続けるみたいな、なんかそれって、なんかこう、なんていうかな、まあ、ね、実はその空海とかもさ、その、要するに、その悟りを開いた時の、その彼が、まあ、その2年間洞窟に入って、その、そうかっていうふうに気づいた時のな、その悟りっていうのは、もちろん我々は、なんていうかな、そこにまだ全然至ってはいないんだけど、想像するに、その本当にこう、なんていうかな、あらゆるところから、その波像が、やってくる。うん。うん。で、それはもう、波とか、まあ、空中の何かとか、もう本当に光とか含めて。で、それを、なんていうかな、あそこまでのすごい例えば自然の中のもう本当にそのパラメーターを全く制御不可能なというか本当にナチュラルなネイチャーの ままやるとそれはちょっと僕らも太刀打ちできないんだけど完全にそのなんていうかな一回まっさらな状態にして、うん、状態というかそのそれぐらいのそのなんていうかな空間の中に改めてそういう波像をね置いて設計しながらこう組み立てていった時にどういう組み立て方があるかっていうのが、うん、これが多分まあ江原さんの持つその音楽性と、まあ、当然絡んでくる話なんだけどでそこにその 2D で前の X1 の1回目の、まあ、江原さんとのタッグっていうのは空間というよりはなんかその体のなんていうかなこの範囲内で全てが起こった感じっていうのがあって、うん、僕の印象では、うんうん、でもそれを空間に広げるって結構大変なことなんだけど、うん、広げた時によりそのなんていうかな音の力だけではない何かがより求められてるんですよ、うん、前の時は多分江原さんの中でほとんど完結できるくらい の、うん、ものだったとも思うので、うんうんうん音とその触覚の設計でいうと、うん、で今回はさっき江場さん言ったようにちょっとうちのエンジニアたちも空間の中空間性をどういうふうにその、うん、持ってくるか、うん、
今、なんつうかな、例えばその振動そのものにも、例えばディレイとかリバーブをかけたらどうだろうとか、ブラをかけたらどうだろうみたいなアイデアっていうのも、まあ、こういろいろ出てきてるわけですよ。で、そうすることで、多分、耳で聞いてる音の位置、音から来るその、まあ、お、なんか、なんていうかな、お、音の波の印象だけじゃない、何かっていうものを触覚と組み合わせることで、共感覚的な、まあ、体験として設計できるかもねとか、そこに今度じゃあ、光を組み合わせたときにどう感じるかっていう、ちょっとだから一歩上がんだよね、上に。そうこのです感じ、ね。そう、この感じはね、やってみないと分かんないことっていうか、まだ僕らの中でも答え出てないこともあるんだけど、でも今回のバック東京フォースっていうコンセプトには実はぴったりで、そうですよね。そう、作りながらやりながら実験しながら最終的に出来上がって完成するのは、もしかすると、ね、本当に会議のちょっと後ろの方になるかもしれない。っていう気もしてる。チューニングを重ねていくことでっていう。もちろん6日のオープンには必ず何かの形にはするんだけど、ありがとうございなんか、ます。そんな気もしてんだけど、どう、江原さん。そうだよね。もうまさにそうですね。もう、泉 さんが今言われた通りで、前だと、こう、時間の設計っていうものがあって、で、それがまあ、俗に言う、こう、音楽的なタイムのコンポジションだけど、音ってまあ、空間そのものだったりするので、パーンって音を出すと、そこに空間が生まれるって空間で、その空間と振動っていうのは、なんていうかな、干渉の仕方が、まあ、絶妙にうまく干渉して、共鳴したために、体がなくなったような体験ができたっていう感じなんだけど、今回では、もっと言ったら、振動で、X1 チェアだけで、音楽を奏でてみるみたいな。例えば、振動を、ポンとこう、あの振動の中、水面に小石を落とすと、バーンって波紋広がるじゃないですか。で、空間生まれる。で、例えば広い建物の中で、パーンって手を叩くと、パーンってありますよね。あの感じを振動でどうやって表現するかっていうような、かなり突っ込んだところに行っていてですね。で、そこってすごい面白いんですよね。なんかこう、それこそがシナスタジアで、そう、音の持ってる空間性と振動の持ってるここの、まあ、定位感ですね。例えば、あ、今足だ、足首だ、これぐらいの強さだ、腰だ、肩だっていうものをうまく融合してなくならせることができたんだけど、体自体を。そこから先は、じゃあ振動で空間をやるとか、じゃあ音で完全に定位を表すとかっていうことは、っていうステップに行ってるみたいな、ちょっとそう、次のステップで、これの探究はね、もう本当止まんないっていう感じですね。なんかお二人が話してることはもうまさに悟りを開いてる感じですけど。でもね、なんかね、僕、すごい、まあ、こう、コロナになって、で、本来であれば今回展示していただくクルーズターミナルって、ものすごい人が往来があるところが、なんかもう本当映画のワンシーンみたいに誰もいないっていう状態になってて、で、なんか僕、さっき図面見せてもらっても思ったんですけど、なんかこう、まあ、今回のシナスタジアの、まあ、X1 の体験をして、で、その後に僕は、まあ、どう思ってほしいかではなくて、僕自身がどう思うかなっていうのを想像してて、で、最近、なんかまあ、いろいろこう、環境の話だとか、まあ、コロナみたいな、実は、生物よりも微生物は最強みたいな話とか、で、昔のその自然との共生みたいな話を考えると、実はなんか、まあ、あそこの風景で見える、借景で見える、例えばレインボーブリッジとか、まあ東京の摩天楼群が、すげえ解像度が低く見えるんじゃないかなと思って。で、実はなんか自分の体の中にある解像度を、まあ体って、今ってすごい個人的には、前 X1 体験した時も、それこそその前の江原くんの、SSVR の作品とか時もそうだし、水口さんの、それこそシナスタジア2の時もそうだし、で、その時に、内側にこう矢印が入ってくることってほとんどないじゃないですか。怪我したりする時ぐらいで、ほとんど、なんていうのか、肌から出てるのって矢印外しか出てないのを、
XR みたいにこう内側にこう向けてくれるっていう体験が、しかもこれだけ解像度高く。だからなんか、すごい、僕はなんかこう、ちょっとまあ理論的にというか、思ってたのが、その前に僕も体験したときにこれは死生観なのか、もしくは、まあ、生まれたのか、これは死ぬときなのか、自然に溶けていくのかだと、実は、その、どっちでもあるというか、どっちでもないというか、体の解像度が一気に高くなったときに、昔って、その、よく言われた、まあ、なんていうんですかね、空気にもなれるし、光にもなれるし、みたいな、まあ、一個の、それがもしかしたら禅っていうことで例えられるのかもしれないですけど、なんか、だから、すごい今回、もう、まあ、考えてみたら、まあ、こういう、なんていうんですか、時代になって、いろんな作品とか、いろんなアーティストのトークとか、まあ、いろいろ出てるじゃないですか。で、その時に、まあ、これちょっと言い方あれですけど、今回のシナスタジオ、すごく僕は日本的だなと思ってるんですね。で、日本的なのがいいとか、そういうことではなくて、やっぱり日本って、それだけ自然との同調性とか、それこそシナスタシアっていう考え方が、なんか、まあこれ言葉になってる、まあ今回波動っていうのが多分それに当たると思うんですけど、っていうのが僕はすごくあって、だから体験した時にあそこの風景とあの空間自体が、逆になんかこう、やってみたいなと思ったのが、前水口さんとも話しましたけど、もちろんああいう人工的な構造物の中でやってみたいのもあるし、もうがっつり森の中でやったら、一体これは、もしかしたら溶けてなくなってしまうんじゃないかなと思ったこともあって、だから、なんかその、お二人の中で体験した後に、まあ、これは別に設計してるわけじゃないですけど、どう映るんですかね、あそこの中の風景があって思ってて、なんかそれって想像されたことあります？そのインスタレーション置く場所の想像というか、もしくは体験した後の想像というか。まあ、なんか例えばその、まだちょっとそう、なんかあそこの場で体験して、実際に体験して体験し終わった時のイメージっていうのは、まあちょっといろいろ想像はするんだけど、多分なんていうかな、ちょっとまあ想像しきれないなっていうところもあり、で、ただ、今回その、なんていうかな、その、まあ見た目っていうのかな、作品としてのその外観も含めて、まあ、白天さんがすごいやっぱりまあ頑張ってくれて、その今回のその禅のコンセプトも含めてね、なんかその、どうしても無機的なものにしたくなかったんですよね。で、無機的っていうか、その、無機的だったり直線だけとか、あとその、なんていうかな、どっちかというとオーガニックで曲線とか曲面とか、命をすごいやっぱり意識するようなことっていうのをデザインの中に取り込みたくて、で、だけどその曲面のその、なんていうかな、感じがやっぱりちょっと、なかなか、まあ、時間的にもちょっと難しいところはあったんだけど、最終的に、その、外観を、まあ、ハーフミラーのそのグラデーションのアクリルを、まあ、複数組み合わせることで、その、反射するその景色が、の境界が非常に曖昧になるっていう、そういう、なんていうかな、デザインを提案してたんですよね。で、これすごい良くて、重要ですね、そこが一番。そう、なんかその、世界と世界のその、なんていうかな、こう、境界が曖昧化するっていうのは、X1 で実際に体験したときに、その体の境界線がすごく曖昧になるじゃないですか。要するに体を喪失したような感じになるっていう。まあ、それが意識がなんかふっとこう、まあ、それで出てくるっていうね。なんかそういうことと相まって、なぜか映り込む、外観とか外壁に映り込む景色が、多分体験する前と体験した後に見たときに、ちょっと印象が変わるんじゃないかなとか、あとその、なんていうかな、色の感じとかも、体験前と体験後で入ってくる色の感じとか、空気感みたいなものも変わ耳っとてかくると思うんで鼻す感よ。とかね。変わるでしょうね。で、なんそか、れがそれちが。ょっと、どういうふうに変わるかっていうのは、そう、楽しみだけど、ちょっとやってみないとまだ分かんない。本当、まあ、今のコロナ禍とかに例えたら、もう今までのこう消費文化っていうか、そういうものは結構一掃されると思うんですね。なんか淘汰されていて、一掃されて、本当に本質しか残んない。そうすると、
例えば禅が言ってるようなこう内面の本性に立ち返るとか、そこの体験でしかできない次元があるとか、その肌感覚とかっていうことに言うと、単純にそこに帰ってるような、時代感覚もありつつ、何かこう21世紀型のこう作って壊して作って壊してっていうか、オブジェクティブな思考性、なんかそういうものじゃなくて、もう少しなんていうのかな、インビジブルなものに今可能性があるなっていうふうになるのはすごく思うんですね。何かこうオブジェクティブな視覚をドーンってやって、視覚ってやっぱりこう外側から入ってくるので、で、品薄とかその音とか僕のやってる芝居をやらずも、内側から立ち上がらせるものだと思うんですよ。でそこの解像度をみんな求めてる感じがあって、なんかこう外側から与えるんじゃなくて内側から一回引き出す、それだからこそ、僕のやってる芝居も、水口さんとの X さんも非常に面白いことが、感想が人それぞれ全く違うんです。そうね、本当そうですよね、人それぞれのそこからこう立ち返って、オブジェクティブなものやっぱり理解しようとか教養とそれが入るので、もうそれはもちろんもう僕はもういっぱい接種してきて影響を受けてるし、で何かこう解釈を、構造立ててやろうとするけど、なんかそこの帯域じゃないところを出したときに、すごくオブジェクティブな何かというよりかは、なんか風景に溶けて見えてんだけど、そのエリアに入るとビキって体の解像度が上がるみたいなことの思考性がすごくありますね。なんかそれは本当にこう斉藤さんの前で言うのはおかしいけど、新しいこう建築とか新しい都市計画とか今求められているもの、ね、もっと見えないんだけど、そこに入るとその体の解像度が上がったりとかっていうことは、やっぱこう、振動も音も見えないじゃないですか。で、まあ嗅覚とかもそうですけど、なんかそういうところに僕はこう今興味をすごく注いでて、なのでなんか芝居やずにしても、シナスタジアラもしても、そうですね、それをやって、ちょうどね、僕、まあこれ昔も読んだんですけど、絶版になってこれは再発版ですけど、クセナキスの、音楽と建築、今読んでて、はい、でまさにその中間領域というかの僕は話で、まあなんか僕この前真鍋とも話したんですけど、もしかしたらジョン・ケージとか、クセナキスがやろうとした、この音楽と建築の論理って、今の時代だったら、もしかしたら再構築できんじゃないかなと、って思ってたんだけど、今日そうだ、10時に話すなと思ってたら、お二人やってんなと思ったんでね、これ。まさにこの中で言われているもの、その視覚的というよりは、もう少し、まあ、聴覚的ではなくて、やっぱりもっと体験的であるっていうこと、ただこれもね、もうなんかね、この多分クセナキスの時代に言ってた体験性と、今お二人が作っているその体験性っていうのはちょっと違うと思うんですよね。で、面白いのが、テックの次元がどん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 高くなってるんだけど、多分、まあこれちょっと違かったら言ってほしいんですけど、お二人が作ってるものって、さっきのその前的な話じゃないけど、実はどん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 昔に戻ろうとしてるというか、なんかこう、その視覚的要素とか、だけど、さっき水口さんおっしゃったみたいに、内装は今ボールドで、で、そこも、なんかこう、今聞いてなるほどなと思ったんですけど、やっぱピンカドの視覚だと、モノリスっぽくなって、やっぱ人工物っていうのがあるから、だからそこの解像度を落とそうとしたのかなと思ってたんですけど、だから、いや、まあ、まさにお二人がやってるその空間と体験と、まあ、これが音楽ってことをもう超越している、まあ、さっきの楽器っていう表現もそうだし、まあ、それこそ、波像っていう表現もそうだし、でもなんかね、解像度が、なんかもしかすると、なんだろうな、まあ、両方なんだけど、でもやっぱり解像度上がってんだと思うんだよね。で、その解像度っていうのも、なんかその、例えばこの、例えばサイズの中の DPI をどう上げるかみたいな話とはちょっと違った解像度で、結局、今までつながらなかったものがつながった時の総合的な解像度とか、あとその、なんつうかな、
だからまあ体験としてのやっぱり解像度っつうのかな。なんか、それは、なんていうかな、イマジネーションの中ではもちろん無限なんだけど、そのイマジネーションを、なんて外界化するっていうか、その外部にその何か、顕在化させるっていった時の、そこのテクノロジーの解像度が、やっぱり総合的に上がってきたっていうのが、この数年、顕著に起こってると思うんですよ。だから今までそのなんか体験の解像度を上げるっていうことを、なんかこう、なんていうかな、正面で言えなかった感じがあって、なんかそれっぽい形にはなってんだけど、実際に体験するとそうでもないみたいな時代がやっぱりずっと長かったと思うのあ、そうですね。で、ね。それがようやくなんかそのあるなんかレベルを超え始めたのと、あとやっぱり電気的な信号でっていうか、そのプログラムでやっぱりそれがつながり始めて、で、それがアーキテクチャ、動くアーキテクチャとか、体験のアーキテクチャみたいな感じにようやく言えるようになってきたっていうところが、まあ、本当にこの数年で起こってきたことだと思うんですよね。なんかで、こ知らなれい。は、もっともっと多分こっから先の解像度がすごい上がそっうですよね。てくると思うんで、本当に面白いタイミングに今入ったなっていう気はしますよね。エバラ君どうぞ。なんかそうですね。こう、よく知っているとか安心する既視感ちょっと飛び越えたような、知っている近くじゃない、ないところのに行けるっていうところだと思うんですね。なんか解像度って求められてるものって、記憶を結びつけながら、多分僕たちが、斉藤さんおっしゃった、先ほど、こうテクノロジー、完全に最先端のテクノロジーを使いながら昔に戻ろうとしてるっていう、になった時に、知らなかった知覚とか、知らなかった感情みたいなものを、こう追い求めてるところはありますね。で、知ってる知覚みたいな求めるた時は、やっぱりなんかテクノロジー使うと、それの劣化版みたいな風になってしまうっていうか、例えば、あ、じゃあ、そのアーティフィシャルなフォレストを作ろうってなった時に、自然の物理モデリングをこう出しても、じゃあ森行けばいいじゃんっていう話になったりとか、臨場感とかなったりするんですけど、本当のガチの意味のアーティフィシャルなフォレストって、今までネイチャーでは作れないような自然発生的なとか、そのエライフだったりっていう考え方とか、なんかそこに近いとこがありますよね。だからシナスタでの体験って言った時に、知ってる体験じゃない体験を、こう、触りでも聞こえ始めてきたっていう、見え始めてきたというところが、なんか一番こう解像度高いような、知ってるものをそのままなぞるというよりかは、なんか、なんていうのかなんかね、そう、わかる。超印象派な感じなんだよ。なんか 要するに、なんだろう。印象派の、なんか、さらに、アップグレードバージョンっていうか、だから、メタ印象派とか、超印象派みたいな状態が、すごいスーパー解像度の高い中に起こってくるっていうことだと思うのね、この先って。だそうっから、すよね。そう、だから今、エヴァさんが言った、やっぱりリアルなものをやっても本当につまんなくて、ただので、あ、本当にコピーっていうかね、の息を出ないわけだけど、だからまあ、なんだろうね、すんごい解像度は高いんだけど、でもそこになんか波っていうのはある気がしていて、例えば、劣化版の森と本当の森に行った時に何が違うって、こう波の複雑さが違っていて、じゃあそれをこう人工的にこう出すっていうかね、波像っていうか、そこへの解像度、体感的な解像度みたいなのはあると思うんですよね。例えば森作るっていうで、増加というか、なんかまあそういうもので、わーっと作って、スケールも何も一緒なんだけど、なんか違うよね、みたいなものとか、でもそうじゃなくて、造作なくても、こう、波の、こう、波動の共鳴だけで、そのエリアに行くと、なんか体が変わる、みたいなことって、結構僕はあると思ってて、夫でずっとやっていると。
なんかそれは本当にあのフィールドレコーディングとかよくするんですけど、テクノロジカルにあのフィールドワークとかで、レコーディングしたきたものを聞いたときにすごい面白いのは、だいたいこう、人が集まって神聖な場所とか、そういう例えばパワースポットと言われるような場所って音の反射が狂ったように面白い場所なんですよ。みんなこうなんか巨石にこうやって石を置いて、うわここはなんかすごいっすねとかって言いながらこうやってるんですけど、下に小川が流れてフラッターエコーが生まれてて、ピチ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 っていう、で水の音が耳の中とかで鳴ったりするんですよ。でもそれは本当特殊な反射で、特殊な構造がこうなってるからなんだけど、みんなそこは音とか波とかって思わずにそこにずっと居続けたりとか、あと例えば伊勢神宮とかだったらだとしたら、あと庭師っていうのはこうもう音で判断してそこをスケープを作ってたりとか、沖縄の歌姫とかもそうですけど、なんかねそういう場所はなんかすごいこうあのインビシブルなもののなんかこう非日常性によって作られていて、うん、でそれは西洋でいうと教会みたいなことになるんですよねと思うんだけど、うん、教会の建築ってもうすごいじゃないですか、音響建築が、うんうん、天から降ってくるように、ねね、もう本当にこうやられてて、で面白いのは共通するのは音の非日常性なんだけど、違うのはアジアはこう自然に開いているっていうか、外堀作ってこうじゃなくてその中から見つけてくる、見つけてくるというか、うわここやばい、ここは気持ちいいですねって言って、気持ちいいっていうか、そこ非日常な音の反射、あの反射してるっていう場所だったりするんですけどね、うんうん、でそういうところがこうその音の反射も飛び越えて、なんかこう振動と一緒になって、ものすごいこう非日常的な、波の波像を出した時に、やっぱこうなんかこう体験したことがないような新しいこう知覚とか感情とか、なんかそういうものがあって、で新しいものでやった時ってやっぱりなんか解像度が高い状態だと思うんですよ、うん、知ってるものをこうめくっていく時って、あじゃあこっちの解像度かな、こっちの解像度かなっていう、いわゆる数値的なレゾリューションでもなく、かといって完全な妄想世界でもなく、なんかこれ知ってんだけど何とも言えない、なんかすごい解像度だったねみたいな表現になってくる、来たりとかして、うん、でもそれにはすごいすごいテクノロジーの解像度のいるものと同士を本当になんかあの共感覚的にこうぶつけてクリエーションしていくみたいなことが必要なのかなっていうふうに思って、うん、でもなんかその、うん、さっきね、せいちゃんも言った、このパラメーターがすごい多くないっていうのは、うん、それはなんていうか、ある意味クリエイティブ魂を逆にすごい刺激されるところで、そうですね、うんうん。で、このなんかすごい数の、もう本当にどんどん増えていくこのパラメーターっていうのを、最終的に体験した人が、どういうふうな、要するに気分になって、というか何の意識が変わるかとか、どういうスイッチを入れられるかみたいな、なんかあるいはその共鳴させられるかとかっていうところの、その最終的なその向かうべきところにそれを設計していくっていうところのデザインしていくっていうところが、まあすごいやっぱりあのよりより面白くなってきてるっていうのは、うん、本当うん、すごい大変なんだけど、でもなんか必ずあるっていうね、うん、そのフォーミュラが、うん、そのフォーミュラがそれもでもやっぱね、なんかね、なんつうんだろうな、なんかやっぱりそれすごく音楽的だし、うん、すごい波の感じもあるし、うん、なんかそれもなんていうのかな、あのまたぐるっと回ってきて、なんかこうなんかあるんだよね、あのただただ例えばすごい解像度で圧倒的に感覚的に麻痺させればいいかっていうと、うん、そういう話じゃないです。そうですよね、うん、そうだからどうやって まあそのね、まあこれはまあ多分もうクリエイティブやってる人はもちろん分かる話だと思うんだけど、どういうふうにそこをまあ設計していくかっていうね、うんうん、もう出し入れ抜き差しも含めてね、で最終的にどういう感情がそこに化学反応が起こるかっていう、なんか一回なんかそうですね、うん、なんかその中の原子に変えてるっていうか、テクノロジー使いながらの、なんて表現してればいいかな、これってあの例えば
言葉の前に音楽ってあったじゃないですか、うん、あの言語ができる前に音楽っていうものはあって、で音楽の前に音はあって当然で、その、うん、そこにはこうただこう波がうわーって漂っていて、あらゆる大気の波が、なんかそれをじゃ あの自然に行ってそれを採取してっていうことじゃなくて、あの今のテクノロジーで起こせるその原子の波、原子っていうかな、なんか そこの現代の中にいながらそこの原子の感覚で、波で何か作ろうっていう風なものですよね。なんか波像っていうの出てきたのはね、うん、なんか今までのこうその熟練した言葉の斉藤さんやっぱ鋭くて、その昔に書いてるっていうのはあって、うんうん、でもその回帰じゃなくて、今の波にこうなんか耳を澄ませてみようとかっていうことですね、うん、なんかそこの知ってる言葉を一回捨てて、なんか今だから起こせる波みたいなものにこう立ち返って、そこから何かこう作っていこうかなっていうふうな、うん、なんかね、僕さっきのそのパラメーターの話をして、うん、今水口さんからも茨君からもらったみたいな、うん、なんかお二人がやってる選択と集中ってすごく僕は内省的なパラメーターを選んでると思うんですよ、うん、で一見、まあ、最近のそのちょっとなんていうんですかね、エンタメと境界線が分かんなくなったようなメディアアートって、うん、どちらかっていうとさっき山田君が言ってたみたいな、その AI 使って自然をもう一回表現しようみたいな、うん、でもそれって結局自然の解像度には勝てないというか、うん、結局その、うん、それの模倣をするというか、それってまあすごい僕個人的には外向きのその解像度で、うん、をどれだけ高くして、うん、まあなんですかね、照明を使って森を単一な見え方にしていこうと、うん、それ解像度落としてるんですけど、うん、っていうよりもなんかこの、まあ、メディアアートというか、まあ、もうアートとかデザインとか医学とか哲学とかを超越している、うん、まあ、だからそのもしかして、まあ、禅っていうのが今回テーマとして選んでいただいたのはまさにそこだと思うんですけど、なんかこう今までって自然にどう勝とうか、まあ、例えば重力演算ができるようになって AI でなんとかの、そのいろんな予想ができたりだ、シミュレーションができたりだっていう世界なんだけど、実はたくさんのもののヒントが自分の体の中に、まあ、よく内照っていう内側を照らすっていう、うん、まあ、これすごく日本的な考え方ですけど、でそこにお二人の話を聞いてても実は新しい感覚の探求っていうのがあるのかなとすごく思って、うんうん、でまさにさっき江原君が言ってみたいに、その言葉ができる前に多分共感覚、うん、もしくは 超越した感覚みたいのがあって、うん、でそれってその自然と人のなのか動物と人のなのか、それってまあ狩るか狩られるかの関係性もそうだし、うん、まあ、知らないうちにそうじゃないと結局生活ができなかったり、うん、その生物的に反映ができなかったりしたものを、うん、そこにね、なんかね、ちょっと戻る体験というか、うんうん、だから、その2年前に作った X1 よりも、もう少し前の、うん、もう僕も体験してみないと分かんないですけど、うんうん、もう少し前の状態に、うん、それって、なんていうのかな、まあ、要は言葉のこう超越したものだから、うん、まあ、超感覚的なもので、うん、だからそれを言葉にしようとすると、さっきおっしゃってたみたいに、うん、みんな言うことがバラバラっていう感覚的なものだから、うん、だからそれって僕なんかこの前非線形科学 の、うん、本読んでたんですけど、あれって結局ホタルって同調性があって、うん、一匹が光り始めると全員が同調し始めるっていう、でなんかロンドンの橋渡ったら、うん、それで全員が実は右左の歩調があって、うん、それがタームとかっていう、うん、でこれってまあ生物的に多分どっかにある同調性ってあるじゃないですか、まあ、うん、それこそ筑波大学で研究してるみたいな、うん、木に人が近づくと彼らもやっぱり緊張しててとか、うん、その群生している中で一匹がそのつつかれるとみたいな話ってよくあるじゃないですか、なんかそのレベルまで僕ちょっとまあドゥルーズオタクなんで、こうボディーウィズアウトオーガン的な器官なき身体的な感覚まで落ちること
と、まあ別にこれ解説したからなんだっていう話なんですけど、うん、すごいね、なんかね、お二人がやってる現象とそのパラメーターの選び方が、うん、なんつうのかな、すごい、その、内側、だから、これ多分、今回のチーム全体で、そういう方向に向かってるから、まあちょっとめちゃめちゃ頼んだのは短時間でしたけど、ね、こういうような作品の作り方が、すごい今回いただいたテーマがもうドンピシャで、やっぱりその禅とかそのまあ瞑想とかまあ内省もやっぱりねそういうことじゃないですか、でなんかそのやっぱり触れない形のないまあ見えてんだけど見えないとか、なんだろう、でしかもその視覚だけじゃない、視覚の印象と聴覚の印象とまあ触覚の印象がやっぱりそのなんかその境目がない印象っていうものが自分の体の中に内省で起こった時のイメージ、なんかだからもしかするとすごいそれってすごい修行をした末に本当一部の人たちが持てるようなイメージかもしれないんだけど、でもそのイメージをなんかそのなんていうかな、体験としてもしなんかその糸口っていうかね、なんかそれのなんか糸口になるような感じの体験をしてもらえた時になんかその人の中に多分スイッチが入ると思うんですよね、なんか、それってなんていうかな、もう生き物としてすごく分かってることなんだけど、もうなんかこれだけのなんか現代社会でいろんなもの積み重なっちゃった奥の奥の本当に奥の方にしまっちゃってるもので、なんかでも残ってるんで、なんかそれにアクセスしてあげられる、してあげるとみんながすぐパッと、あ、そうだよねっていうふうに思うような、なんか本当に本能レベルで深いところにある何かっていうのが、にもしそこにこうなんていうかな、のスイッチが入れられたら最高だなと思ってるんだけどね、ね、簡単なことじゃないんだけど、でも可能性は、ありますよね、ありますね、テクノロジー使うとどうしてもこうエフェクトになっちゃうんですよね、エフェクティブなものとかエフェクトみたいなクリエーションになりがちなんだけど、なんかテクノロジー使いながらその内省とかこう内側から引き出すようなものっていう風なものはでき、例えば、今の子供たちか未来の子供とかが、なんていうかな、ここずっとね、ど真ん中にど真ん中にこうポンとこう山、まあ、行ったら突然開くかって言ったらそうじゃないと思うんですね。みんなもう体が変わってるんで、でもみんな目に見えるものはフリックするしっていう風なものになった時に、じゃあ彼ら彼女にとっての本当なんか、そこのこうと僕たちが子供の時のこう山行ってドーンみたいな、大自然見てドーンみたいな感覚をこう作り出せるようなものって、実はそのしなすさんにやってるようなことにあったりとかっていう風なものも、そこのつながりも思うし、かそこのなんか、ありますね、今の、今だからこそできることできるその知覚レベルみたいなもの、そうですよね。しかもこうね、まあ、僕本当に、まあ、さっきも言ったみたいに世界がパンデミックのこの状態で、まあ、今回テーマとして、まあ、こう今日インタビュー取らせてもらってるのも、通常ね、やっぱり、まあ、前回の X1 僕ビハインドストーリーをある程度知ってる人間だから、あ、こういうコンセプトでこういう考え方で、で、まあ、水口さんとか山田君が今まで作ってきた作品も知ってて、で、あ、こういうふうになるんだって。だけど、通常だってやっぱり美術館にポンと置かれたり、もしくは体験できるところにポンと置かれるものを、なんかこういうまだ、まあ、できてない、まあ、今、まさに作ってる最中だと思うんですけど、佳境だと思うんですけど、そういうところで聞けることを、何らかしら、その、まあ、思考過程というか、を、まあ、これ、世界に対しても、こういう作り方でっていうのは、まあ、それを、僕、パンデミックが起きると、やっぱり、まあ、よくルネサンスが、昔もやっぱパンデミックで起きたとか、で、
どうしてもやっぱりこう人間ってなんだろうみたいな、なぜ我々は悪かったのか良かったのか、うん、何か犯してしまったのか、うん、で特にまあ人新世みたいなその新しいそのまあ地球というか人間がやっぱり犯してしまった罪というか、うん、まあ、もしくは人間中心で考えてしまった過ちというか、だからすごい、まあ、また哲学的なところに戻るっていうのが、僕こう2人含めチームの皆さんがこういう、なんていうんですかね、まあこれアーティストっていうとちょっとなんかもう今の話聞いてて僕の中で解像度低すぎだと思うんですけど、なんかそういう方々から新しいあり方というか体験というか、もしかしたらこれを体験した人がそれこそ生物って何なんだっけみたいなことを気づいてくれること自体が、うん、すごくもうこの時期にこういうことが一緒にできてよかったなというのはすごく思いますよね、うんうん、逆にね、でも本当そういうなんか、いやさっきも言ったけど本当この機会をなんかこのタイミングでもらえるっていうのは、うん、本当なんかなんかちょっと感じるものがあって、うん、でやっぱりそのコロナパンデミックでなんかどっかでみんなそのオンラインでバーチャルで、うん、なんかまあフィジカルを喪失しても、うん、まあなんとか生きていけるよねっていう雰囲気がありつつ、うん、だけどやっぱり人間ってどうやったらその幸せに生きられるかっていうことのその再確認もあると思うので、でこのシナスタジアム X1 っていうとすごいやっぱりその体を刺激するわけじゃないですか、振動で、うん、でこれをなんていうかな、あのだから本当に脳科っていうのはそのブレインの方の脳のその脳科とか電子科に向かっている僕らのなんていうか日常がなんか、あやっぱりその体ってそうだよねっていうか体だよねっていうか体のなこれも俺の体だよねっていうか意識だけじゃなかったねっていう、で逆にその体がからなんかこう入ってくることによってその自分の意識がこんなに揺さぶられるっていう経験をやっぱりもう一回ちょっとなんかこう、うん、なんていうかな、うん、このタイミングで皆さんにやってもらうってことにもすごく意味があるような気がしていて、うん、あのそれはあのなんていうかな、あのフィジカルとやっぱりそのメンタルのやっぱりその両方が当然必要 で、うん、で人間はその本当にこうなんていうかな、両方がないとなんかすごくいい状態にはやっぱり生きていけないんじゃないかっていう、うん、まあすごく当たり前のことなんだけど、うん、昔からの話で言うとね、なんかでもちょっと忘れがちで、で最近のやっぱりそのメディアアートとかってどうしてもやっぱり脳科の方向に行っちゃうじゃないですか、うんうんうん、でだからそうじゃない解像度っていうのをフィジカルにやっぱこうね、なんか持ってくるっていうのはやっぱり特に今なんかいろんなものとなんか、ま、なんかシンクロしてるような気もしてて、うんうん、なるほどね、確かにな、うん、やっぱり江原くんも作る今回のこのこれってやっぱり、うん、まあこういう時期でいろいろまあ、うん、まあ江原くんも含めてうちの、 あの僕たちもあの、うん、そうですけど表現者の人たちって結構いろいろ苦労したじゃないですか。そうですね。できて当たり前だと思ったものはもちろんできなかったり、うんうん、変わりましたよね。やっぱ作ったものができなかったり、うん、予定通りになかなかいかなかったりっていう、うんうん、でその中でやっぱり今回作るのって何かありました？今の水口さんの話じゃないですけど、うん、やっぱりあります。そうなんかもうまあさっき言ったテクノロジーの使い方とか、うん、なんでの、うん、なんか本当に、まあ自分にとってっていうことなんだけど、なんか本当にこう、本質的なものしかもう残らなくて、もうそこしかないなって思ったときに、うん、なかなかでもね、そのクリエーションってこう、なんていうのかな、結構こう、あの、ビフォー、のパンデミックの時はちょっとなんていうのかなずっと見てるつもりだけどやっぱりこう違うものが入ってきたりとかするので、うん、
うん、まあ消費文化真っただ中の真っただ中っていうか、それがずっとあるので、ね、うん、で今回で大きいなと思った思うことは、とこれ全世界的に起こったってことなんですよね、うん、で今までだとそのパンデミックの日本だけとか、例えば北海道に何かありましたとか、でそれをいかにシェアできるかっていうこととか考えたりとか、あとどこどこの国がアメリカがこうなりました、どこどこの国がこうなりましたって本当に全世界的に起こってる時に、本当になんか価値の変動っていうか、本当に消費文化のあり方とかっていうのはこう一掃されてなくなるだろうなっていうのはすごくあって、うん、僕自身の環境変化もあったけど、なんか意識の中で本当にこう本当に本質的なものに立ち返る必要があるっていう風なことはずっとこう、この感じでは思っていましたね。そうなった時にこういうあの話いただいて、で自らの禅っていうでもあった時に、こう禅の中で浮遊文字っていう言葉があって、うん、ただ文字が多分、まあ、まさにこう文字とか言葉とかの前にある体験こそが本当に真髄であるっていう風なことですよね。だからタイミング的に本当に今やるべきものとかっていうことあった時に、やっぱその次の、うんうん、この今作っていうか、まあ、うん、できてないですけど、まだそこの新しいものをなんか提示できるような、そうですよね、僕たちはその気がします。うんうん、これちょっと時間もあれない最後の質問なんですけど、まあ、これから今、茨城君が言ったみたいに、まだできてなくても、今まさに作ってるところだと思うんですけど、その、なんか、まあ、さっき水口さんおっしゃったみたいに、そのオープンの時に、まあ、もちろん、完成に向けての多分まだ途中段階でそこからアップデートされると思うんですけど、なんかこう、まあ、この中誰も体験してないじゃないですか、あそこに装置を置いて。で、今回って今お話してたみたいに体験もあるし、やっぱりその時に、まあ、体験の前に見たビジュアルなのか、あそこの風景とか、あそこのもしくは空気感とか、なんかそこのいろんなものを吸収してからこそ、この体験ってあると思うので、なんかそこで楽しみなところと、そのお作りになってるからこそ不安なところとか、なんかそういうのがあればお一人ずつお聞きしてもいいですか。じゃあまず水口さんからいいですか。うん、楽しみなところと不安なところ、もしあればどちらでもいいですよ、うん、もう楽しみなところだけでもいいですよ。まあそうですね、楽しみなところはまあすごいいっぱいあって、やっぱりこのコロナ禍で行われる非常になんつうかな、まあ非常態なアート展な感じなんで、しかも体験もので、うん、まあその空間の中自体はステライザーっていう集中治療室で使うような滅菌機入れたりとかして、それもでもやっぱ新しい試みだと思うんですよね、うん、でまあ安心してみんなが体験できるようにっていう、でなんかそのそういう環境下でもやっぱりそのどういう人がそれでも体験しに行きたいっていう人はどういう人たちなのかなっていうのはすごい楽しみ でそういう人たちが一体体験して何をやっぱり持って帰ってくれるのかな、何を言うのかなとか、なんかそこのインタラクションが僕はすごいちょっと楽しみなんですよね。あ、できる限りなんかそこの前に座って待ってたいなってみんなにいろんな話聞きたいなって思うぐらいなんだけど、ね、うん、まあ不安なところはそうだな、まあなんだろう、やっぱりその体験し終わった時に東京湾っていう場所がどう映るのかなってっていう本当に自然にニュートラルな状態でみんなどう見るのかなっていう、自分も含めて、うん、そこは楽しみでもあり不安でもあり、なんかその、うん、何かにでももしかすると気づかせてくれるかもしれないっていう気もするし、そうですよね、うんうん、そう、その後のまた、ね、ちょっとビジョンがこういろいろ見えるような気もしていて、そんな感じですね。ありがとうございます。エバラ君どうですか。僕楽しみなところは、水口さん不安なところでもあるって言ったけど、それがねすごい楽しみで、
あのベイブリッジとかあの景色、うんうん、まだこう、うん、現地には行けてないんですけど、あの辺すごくいやまあ知ってるのでわかる、うんうん、体験し終わったのにそれがこう熱帯雨林に見えるとかっていう、なんかその価値の転換っていうか、それがこうどう起こるかなみたいなところは思うんですよね。なんかこう、まあ昔からのこうアートの役目としたらこう価値が価値を転換できるっていうか、それはあると思うんだけど、まあそれだけじゃなくて、21世紀型のそれだけじゃなくて、もっとこう波とか、そのあのオブジェクトなもの、オブジェクティブなものでさえっていうか、消費文化、あの建築、ああもうこれねっていうものでさえ、なんかこう森に見えちゃうみたいな、こんな森やばくないみたいな。なるほどね。まあそれぐらいのものを作ろうっていう意気込みだし、なんかそこをそう見せてやるっていう風なぐらいに思いますね。うん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 、まあ不安なとこはもう本当寒いかなっていう時にそれだけです。それがね寒くないんですよ。大丈夫です。あ、寒くないんですか。あの内側なんで大丈夫です。いや、あのありがとうございました。これ多分またぜひ完成してからもう一回お話聞いて、ね、あのまあ別にそこがゴール地点ではなくて、僕は今回あのまあ、水口さんがやられていることも、江原君がやられていることも、まあ、チームとしてやられていることも、なんかこう、これ、一生かかって、もう、もしかしたら追い切れないことをやられているなというのがあるので、飽きないですよね、だからその、うん、まあそのまあ、音楽と建築性とか空間性とかだけではなくて、うん、やっぱりもっと心の話であるとか、精神の話とか、哲学の話とかっていう。だからそこはあの今回は僕自身も体験できるのを非常に楽しみにしております。